今からドイツの靴ハインリヒ・ディンケラッカーのご紹介をさせていただきます。1879年創業、元は足の弱い富裕層に向けて履きやすいようにフィットする虚勢靴を作ったのがブランドの始まりです。現在は30名ほどのマイスターが300の工程をハンドメイドで作り上げています。そのため年間生産足数は8000足しか作ることができません。現在日本での展開の木型は9型、カートデザインのバリエーションを含めると全110種類以上になります。今回は代表モデルであるリオ、ブダ、ウィーンをご紹介させていただきます。まずはリオ、トリプルソール。ソールは最高級と言われるジョーレンデンバッハのレザーソールを使用しています。補強としてソールには化粧釘が11箇所で、摩耗の激しいつま先にはメタルプレートを打ち込んでいます。で、引き続きましてブダ、コバ部分が独特のノルウィージャン製法、2本の革紐と蝋引きした麻紐を弁髪状に編み込んだ製法になっております。最後にウィーン、ローファータイプのモデルになります。一番の特徴はヒールカップ、内側に傾斜をつけかかとを包み込むような形状のため、ローファー特有の足抜けが起こりません。ディンケラッカーの靴はこれからも人間工学に基づいた靴作りとブダペストのマイスターによるハンドメイドの技術によって作られていきます。